クラムチャウダーなの。これ赤いんだよね。美味しい。おお、いい。おお。ふきふき。ああ、やったー。はい、ゆめです。こんにちは。どうぞ。もう今日はですね、アンバサダーホテルシェフミッキーに来てます。やっと来れました。ベリミギ最中のシェフミッキー、めっちゃテンション上がる。実はそこにミッキーいるんですよね。わかる？チラチラっとほら左下見える、ほらほらいるんだよね。あー、ミッキーだー。ふーい。はーい、じゃあちょっともうテンション爆上げです。もう早速じゃあリポートします。行ってきます。はい、実はシェフミはですね、90分セールで時間めっちゃ短いんですよね。でキャラも来て超忙しいので、ちょっとすみません、メニュー紹介ババッと駆け足できますね。すみません、ちょっと。はい、取ってきました。まずクラムチャウダースープとローストビーフとカプレーゼとティラとサーモンとアヒージョ、まずはこれにしました。いただきます。今日も赤白黒でベリミニコーデできました。まずはスープね、マンハッタンクラムチャウダー、いただきます。クラムチャウダーなの、これ赤いんだよね。美味しい。チャウダーめっちゃ美味しい。はい、そしてベリミニのスペシャルドリンクです。これ何味なんだろう。いただきます。あ、これカルピスベース、カルピスっぽいね。つぶつぶタピオカ、ん、吸えないこれ規格が違う。これあれ、あ、つぶつぶだ。あのハンクのつぶつぶ、ホライズンのつぶつぶと一緒だ。なんだこれ、なんとかバブって何だっけ。ポッピンボブ、ポッピンボバだ。ポッピンボバ、あのホライズンにあったやつ。ポッピンボバ、ストローのこれ規格が合ってない。おい、どこれダメだろこのストロー。なぜこれ。まあいいや、多分これここまではセットね、テンプレです。じゃあローストビーフ早速いただきます。昼からローストビーフいいね。シャーブットはローストビーフなかったからな、昼から。いただきます。あー美味しい、めっちゃ美味しい。昼からこんな美味しいローストビーフ食えるのっていいな。めっちゃうまい。じゃあカプレーゼいきます。このトマトとモッツァレラ美味しいんだよね。いただきます。おお、カプレーゼ美味しい。はい、じゃあピラフいきます。ピラフどうかな。ピラフ美味しい。これなんだろう、具、タケノコだ。タケノコが入ってる。すごいな、これタケノコリピラフ珍しいね。すっごい美味しい。おー、いい、こんにちは。嬉しい。まあちょっと動画おお、めっちゃ可愛い。やったやった、見に来たよ。おお、やった、一緒一緒、嬉しい。
かわいい、ありがとう。なんとミッキー来てくれました。ちょっとミッキー、ミッキー、おーおーミッキー、ミッキー、あーやったー、やったー、超嬉しい。ちょっとじゃあ写真撮るでしょ、ちゃんと撮ろう。やったー、おー、ドナルド来たよ。じゃあドナルド一緒に撮ろう。動画動画、おー、ドナルドかわいい。はい、シェフミキャラに会えたらすっかり満足してしまって、動画撮るのすっかり忘れてました。デザートのレポート全然してない。デザートはね、プリンとね、いちごのショートがあったんだけど、プリンがめっちゃうまそうだったんだよね。プリン持ってきました。プリンいきます。プリン美味しいね。あとね、いちごのショートも美味しいんですよ。すごい美味しかった。すいません、いちごのショートちょっと動画撮るの忘れました。すっかりキャラ4人会えたことで満足してしまって。プリンむちゃくちゃうまいな。甘くないとこがいい。あのね、全然甘くない。すごい。パークのプリンと違う。いい意味でね、ちょっと甘い茶碗蒸しって感じ。めっちゃ美味しい。プリンおすすめ。大人味って感じ。はい、シェフミ90分で終わりってことで、もうそろそろタイムアップ、時間切れです。はい、実は梅チャンネルで、シェフミ紹介するのは初めてです。何回かレポートしてるんですけど、今までスルーしてきた理由はですね、シェフミはキャラにあえてご飯食べて90分でとこがもう忙しすぎて、なかなかレポートができなくてですね、実はずっと見送ってましたが、なんで今日の今回もですね、ちょっとフードの紹介があんまりうまくできずにですね、ちょっとババババッとラッシュで、はい、紹介になるかと思います。はい、シェフミ今日これで5300円でした。で、昼に5300円高いかなって思うかもしれませんけど、キャラに会えるっていうのと、あと昼からローストビーフがあるんですよね。これはいい。シャウト安いんだけど、お昼ローストビーフないので、はい、でメニューも結構豊富でめちゃくちゃいいです。で、何よりキャラにね、ミッキー、ミニー、ドナデジの4人に絶対会えるので、そこも含めて90分で、あとデザートもめちゃくちゃ量多いです。で、フードもですね、赤だしの味噌汁があったり、スーラータンメンがあったり、結構ね、シャウトやオチェットも、ね、違ったメニューがいっぱいあって、かつ美味しいです。結構ね、キャラクターとかにあぐらをかいた、そういうちょっとね、安いバフェではなくて、うん、どれもね、意外としっかり美味しいので、はい、美味しくてキャラに会えて、で5300円、これはいいんじゃないですかね。あと、まあ、取れるかどうかだね。これもね、当日の、キャンセル狙いとかですね、あとマミに電話したりホームページ見たりしてキャンセル拾うしかないですね。はい、こんな感じでシェフミ初めて紹介しましたけど、特にね、この新顔になってから、はい、来たのが初めてかな。はい、なんでめちゃめちゃ良かったです。はい、シェフミね、相変わらずずっとね、新顔、旧顔、衣装関係なくずっと人気なのでね、なかなか皆さん撮るのも大変かもしれませんけども、頑張って予約の方挑戦してみてください。めっちゃおすすめです。はい、じゃあ以上シェフミのレポートでした。じゃあね、バイバーイ。